今回は、ホンダの N 番に乗りました。2018年の夏、ホンダの新たな軽商用車として、アクティバンの実質的後継車種となる車です。しかし、ミドエンジンで、キャブオーバースタイルだったアクティバンとは異なり、乗用車である N ボックスをベースとしているため、フロントエンジンとなっております。そのため、アクティバンほど、本格的なビジネスモデルというわけではありませんが、低くて、使い勝手の良い床面を実現しており、趣味性の高い、個人ユースもターゲットとしているようです。似たようなコンセプトの車としては、ダイハツに、ハイゼットキャディという車があり、そちらは、ウェイクをベースとしています。N 番が登場した時、特にも、プラススタイルファンというグレードが、かなりオシャレだなと思ったのですが、ベースとなるグレードは、それと比べると、かなりあっさりしているなと思います。ドアは、両側スライドドアですが、N ボックスよりも、前側に詰められた印象です。道具間の演出のためなのか、強度を保つためなのか、側面には、ビートが加えられています。今回乗車した車には、ブリヂストンの W300、冬用の商用車向け、スタッドレスタイヤが装着されていました。ホイールは12インチです。内装を見ていきます。商用版ですので、質感については問題にならないとは思いますが、やはり乗用車をベースとしているからか、複雑で立体的な造形をしています。グレー基調の内装色で、特に木を照らったところもなく、落ち着いています。アクセルペダルは吊り下げ式で、パーキングブレーキは足踏み式です。この仕切りは、小さな荷物などが、運転席に転がってくるのを、防ぐためのものです。後でお見せしますが、助手席までフラットになってしまう、床面構造となっていますので、ペダルの保護という観点からも、これは意外と重要かもしれません。ハンドルや、インパネ周りなどは、ホンダの乗用車の雰囲気が、色濃く残っています。ちょっと気になったのは、セレクトレバーよりも奥側に、エアコンのスイッチが配置されているため、かなり手を伸ばさないと操作ができないということでした。グローブボックスがない代わりに、机のように、段がついています。予防安全装置である、ホンダセンシングもついています。近年は、商用車であっても、こういった装備は、当たり前になりつつあります。ホンダの車ではおなじみ、エコモードに相当する、イーコンボタンもついています。後部座席に乗ってみます。最近の軽乗用車は、かなり広大な後部座席を用意しているものが多いですが、この車は、商用のボンネット版らしく、ものすごく狭いです。膝周りには余裕がありませんし、鉄が剥き出しのドアが、冷たい印象を与えます。シートも硬く、長時間の乗車はかなり苦痛です。非常に狭い後部座席の対価として、荷物スペースは十分に広いです。FF ベースらしく、開口部の高さも 525mm と、使い勝手は良いです。2列目のシートを倒すと、フラットで、広大な荷物スペースが出現します。さらに、助手席までフラットにしまえることが、この車の大きな特徴となっているわけですが、そのためにはまず、ヘッドレストを、ドアの内側にくくりつけます。左側のピラーはないので、観音開きの大開口部を実現しています。ダイハツも、ウェイクではなく、タントをベースにしていれば、ハイゼットキャディでも、同じようにできたのにと思うところです。これで、非常に長いものでも、運搬することができるようになります。ただ、仕切りがあるとはいえ、運転席への荷物のなだれ込みを考えたら、そこまで遠慮なく積み込むことは、できないようにも思えます。
ジンは、直列3気筒の DOHC660cc の自然吸気で、最高出力53馬力、最大トルク 6.5 キロです。NBOX と同じエンジンですが、耐久性向上のためか、馬力も、トルクも絞られています。64馬力の、ターボエンジンのモデルもあります。後編では、N 番の走りや乗り心地について検証していきます。